皆さんこんにちは、衆議院議員の松原仁です。現在品川では羽田新航空ルートの見直しを求める署名運動が進んでいます。11月3日までに品川区有権者約35万人、その50分の1ですから7000人以上の署名を集めて、これを品川区当局に提出をすると、品川区長はこの問題、区民投票を実施するかどうかに関して区議会に付託をする、こういう運びとなっております。一人でも多くの方にこの事前の署名でありますが、品川区民投票条例、羽田新ルートの見直し、これに関して署名をいただいて、なんとか品川区における住民投票を実現させたい、こういう思いでこのメッセージを訴えています。言うまでもなく、今回の飛行ルート極めて危険なものであります。私たちはトリオセットと言っておりますが、騒音の問題、そして落下物の危険の問題、さらには資産価値の下落の問題、こういった3つの問題が同時に発生する可能性が高いのが今回の羽田新航空ルートであります。騒音についてはすでに多くの方がそのことを指摘しています。また落下物の危険性に関しては 3.5 度という急勾配で羽田に向かって下がっていく、南風の時に3時から6時ぐらいの間に1時間に60便70便といういびたらしい数の飛行機が正常の状況になると羽田に向かって 3.5 度南風の時降りていく。この 3.5 度という角度は世界の乗務員組合からコンサーン、懸念が示されているぐらいリスキーな極めて急勾配による降下、着陸に向かっての降下になっているわけであります。国土交通省はロンドンにそういう空港があるということを言ってますが、規模が全く違う、頻度が全く違う、大型の旅客機が羽田のように来るというのは 3.5 度を考えると極めて異例であるということをまずもって申し上げておきたいというふうに思います。このことに関して国は地元の多くの人たちの理解を得た、このように言っております。果たして地元の理解を得ているんだろうか。私も国会議員としてたびたび質問収書でこの問題に対して問うています。はっきり言って明快な答弁とは到底思えないわけであります。区議会においても一昨年の決議においてこういった新ルート許容しないというのは全会派一致で、自民党、公明党、共産党すべての議員が一致してこれは許容できないということで決議を挙げているわけであります。私たちは本当に地元の皆さんがこの計画に合意をしたということかどうかに関しては品川区民投票によって明快にこのことを示す必要がある。少なくとも国が地元の理解を得ているという議論に関してはそうではないということを証明して地域からの声を発していく必要があると思っております。先ほど私は3点の問題と言いました。多くの子どもたちを持つ親御さんは心配をしている。また例えばアメリカのロサンゼルスでは飛行機が通る下の不動産価格は下落をしているのはこれ有名な話であります。そういったこと全体を考えたときに固定化を避けて早い段階で違うアイデアを出させるような地域住民の努力が必要になってくるのは私は当然だろうというふうに思っております。重要なことはこの問題に関しては住民の声がもっともっと反映されなければいけないということであります。ただ問題はですね、実際に例えば品川区ですとキュウリアンの上、これを飛行機がこう降りてくるわけです。とその下にいると騒音の問題だけではなく落下物のリスクも深く感じるわけです。しかし品川区でもその
飛行機が通るエリア、ごく一部です。ほとんどの品川区のエリアは、そういったことと関係をしていないわけであります。実は住民投票というのは、極めて重要なシステムであります。今、多くの問題が区議会で地元の問題が協議される。しかし、取り上げてそのエリアの問題意識をどう反映させるのか。また、4年に1回の区議会議員選挙とは別に、頻繁に地域行政に対して直接的に住民がものを言えるというのは、新しい民主主義の在り方として、今や学会でもある種の常識的な部分になっていると、このように私は理解をしているわけであります。私はその意味において、今回ですね、この羽田空港、新空港ルートの、この見直しを求める決議というのは、これからさまざまな時代がもうものすごい勢いで動いていく。時代がものすごい勢いで動いていて、プライバシーの問題やさまざまな問題が出てくるときに、こういったものに関して、区の行政が区民の民意から全く離れてしまうことを避けるために、私は常に区民が直接的に投票できるような環境は作っていくのが民主主義の原点だろうと思っております。さまざまなことを申し上げましたが、11月3日というのが一つの尺度です。10月の4日から始まって、11月の3日で有権者の50分の1の署名が集まれば、これを区は区議会に付託をせざるを得ない、付託をする。できればここで7000という最低限の必要数ではなく、何万も、3万も4万も多くの皆さんの署名が集まれば、それが大きな現実の力として区の行政、そして区議会を突き動かすことになるというふうに思っています。かなり署名自体は行政手続きにのっとってますから厳格です。署名と判子をさなければいけない。また署名を集めることの受任者がそこにいなければ正当な署名とはならないということになっています。それだけの厳格なものでありますが、どうか一人でも多くの品川区民の皆さんのご賛同をいただいて、この品川区民の投票条例、新ルートに関して見直しを求める条例が実現するように、私もさまざま努力をしてまいりますが、この YouTube を見ている方も、ぜひとも応援をしていただきたいと思います。